美的公式インフルエンサーの柳橋ゆいです。柳橋ゆいの美的してみた第15回目の今回は、美的がなんと創刊20周年を迎える記念すべき号なんです。で、今回なんですけども、驚きの大ボリュームな2021年5月号より、じゃじゃーん、特別付録のスペシャルコラボポーチをご紹介したいと思います。このポーチなんですが、なんと皆さん憧れのあの田中みな実さんと、おしゃれ女子に大人気のブランドクラネと美的がコラボした超スペシャルなポーチなんです。ちょっとその前にですね、今回ポーチだけではなく、カネボウ化粧品のリサージコラーゲンケアセットも特別付録でついてくるということで、こちらの方もですね、簡単にご紹介していきたいと思います。まずこちらがリサージのスキンメンテナイザーのサンプルパウチが2回分です。こちらがリサージのコラゲリード A のサンプルパウチが4回分、あとですね、リサージのオイルインパクト、こちらは約4回分になっております。で、最後がこちらリサージのコット、中に2枚入っております。美容のプロからも愛されているリサージのスキンケアラインが一気に、そして存分にお試しできちゃうチャンスなので、ぜひこちらもお見逃しなく。それではですね、早速コラボポーチの方をご紹介していきたいと思います。じゃーん、こちらが美的20周年を記念する特別付録のコラボポーチです。こちらなんといってもこのデザインが可愛いですよね。田中みな実さんとクラネのコラボファッションでも使われてるオリジナルの小花柄を美的のためだけにアレンジしたということで、花柄ではあるんですが、このダスティーでスモーキーなピンクが大人でも使いやすくて、おしゃれでとっても春らしいデザインに仕上がっています。この留め金やファスナーがマットシルバーなんです。このマットな質感が高級感も出してくれますし、またいい感じにおしゃれですよね。こういう細かいところの統一感も大人が使いやすい点という感じですね。デザインに関してはもう見た感じ可愛いねっていうのが伝わったかなと思うんですけども、なんといってもポーチは機能性、そしてサイズ感が重要ですよね。この横幅なんですけども約20センチあるということで、スキンケアとかの現品ボトルも入っちゃうようなサイズ感になっております。そしてですね、こちらこんな感じでマチもしっかりあるので、そのまま置いても安定感があります。ということでですね、中も見ていきたいと思います。取っ手が2つついておりまして、これも今回のポーチの大きなポイントだということなんですが、この取っ手を両手で持ってポーチをガバッと開くと、こんな感じでフラットになるんです。ごちゃごちゃしがちなポーチの中でお目当てのものを探すのが大変ってことありませんか？これならそんな心配もいらなさそうですし、まあ、そのまま収納としても使えちゃいますよね。中のこのダスティーピンクの色合いも春らしくて素敵なカラーです。で、この内生地に関しては防水撥水加工ではないということなんですが、水漏れにも強い素材感なので、ジムやヨガなどに通われている方も使っていただけるんじゃないでしょうか。最後にこのポーチの中にある仕切りなんですが、これ実はですね、マジックテープでついてるんです。なのでこんな感じで取り外しが自由自在なんです。サイドには大小のポケットもついていますので、ご自身の用途に合わせてカスタマイズしながら使えるのも嬉しいですよね。ということで、私も早速こちらのポーチ愛用しておりますので、どんな感じで使ってるかご紹介させていただきたいと思います。こちらなんですが、お仕事とかでこんな感じでいろいろ入れています。で、中にはですね、除菌ができるシート、替えの不織布のマスク、メイク落としシート、体用の日焼け止め、タプリを入れるケースだったり、ハンドクリームで、結構こんな感じでたっぷり入れてはいるんですが、ちゃんと閉まります。このポーチのいいところなんですが、お仕事のメイクルームとかでこれをですね、ガバッとそのまんま置いておいても、なんかこうごちゃごちゃしないで汚らしくならないので、すごく重宝するかなと思っています。はい、続きまして、お家ではこんな感じで普段メインで使うコスメアイテムとかもう適当にザザッと入れてしまっています。私はですね、すごいズボラなので、こう細かく綺麗に収納とかができないんです。
ですね、メイク用品を簡単に見つけやすいので時間がない時とかにもかなり使いやすいポーチです。ポケットには普段使う筆とかも入れてあるので、これをテーブルの上に置けばすぐメイクが始められる、使い勝手がいいポーチですね。ということで今回は美的20周年記念2021年5月号の特別付録をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもご自身の用途に合わせてぜひカスタマイズしながらコラボポーチ愛用してくださいね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。